ベンジオダロンは、ベンゾフランを構造中に持つ有機化合物の一つである。アミオダロンやベンズブロマロンなどの誘導体として知られる。カタカナ表記では、ベンズヨダロンなどと書かれることもある。CAS 登録番号は68から90から6。ベンジオダロンの構造。ベンジオダロンの分子式は C17H12I2O3 であり、 分子量は518.089である。ベンジオダロンには特筆すべき誘導体が存在するので、以下に記述する。ベンジオダロンの分子内の要素が2つとも周素に、痴漢された構造をしているのが、尿酸排泄促進薬の一つとして知られる、ベンズブロマロンである、アミオダロンの構造。ベンジオダロンとの違いは、 ベンゾフラン管から伸びる炭化水素差の長さが炭素2つ、分庫となる点と分子内唯一の水産器に N、NGH ルマイナスに、アミノエタノールの水産元が脱水縮合してエーテル結合している点だけである。この他、分子中にベンゾフランの構造を持っていって、医薬品として用いられる化合物には、抗不正脈薬として知られるアミオダロンやドゥロネダロンが挙げられる。 ベンジオダロンオフでは、心疾患が存在するときに使用する血管拡張薬に分類している。この他に、抗尿酸血症モデルのラットに、ベンジオダロンを投与すれば、人細動脈症と人性高血圧の発症予防ができたとの報告がある。また、腎臓の移植手術後に発生した抗尿酸血症の改善のためには、ベンジオダロンの他に、アロプリノールも有効であるものの、 この2材で比較したときは、ベンジオダロンの方が有用であったとされている。なお、ベンジオダロンをマウスに蛍光投与した際の半数値資料は450である。ベンジオダロンの合成法は何通りか知られている。例えば、ベンザロンに要素とウカカリウム等を作用させる方法がある。ベンジオダロンの合成法の例。なお、AC は、 アセチルモト、エは、エチルモトの略である。ありがとうございます。